おはようございます。おはようございます。おはようございます。今ですね、7時半ぐらいですね。7時半。いやー、朝が、新しい朝が来ましたね。新しい朝が、朝一洗車ですよ。警察の人もですか、洗車僕もしたいな、洗車したいな、一緒に仲良くしようかな。いや、まさかね、警察官の前で動画撮るなんて夢にも思ってませんでした。あのね、まあ、今回何の動画かっていうと、はい、まあ、いよいよですね、販売しますよ、300回記念の。だけど、こんな人は絶対に商品を買わないでくださいという動画です。こんな人は絶対に商品を買うなと。わかります？あの、今回ですね、結構煽ってるんで、ちょっとね、ちょっと止めとかんとなとね。結構煽ってるじゃないですか、タップするだけで稼げるよみたいなね。タップするだけで稼げるよみたいな。確かに稼げる、タップするだけで。だけど、今7時30分電車発進するみたいですね。ね、確かにタップだけで稼げるかもしれないですけどもね、しっかりと練習は必要ですね。あの、桜木花道も左手は添えるだけ。わかります？スラムダンク知ってます？スラムダンク、スラムダンク見てください。スラムダンク読めば成功できるからね。桜木花道も最後ね、添えるだけ。わかります？添えるだけで、左手を添えるだけでシュート決めちゃったけど、めちゃめちゃ練習してっからね。わかります？左手は添えるだけだけど、確かに左手は添えるだけでシュート決まったけど、そのね、その背景にはめっちゃ練習してるから。わかります？ここですよ。だから今回ですね、商品販売します、確かにタップするだけで稼げるけれども、けれどもね、こういう人は買うなというところで、まずね、簡単に儲けられるね、ブックメーカー吉田さんね、タップするだけで稼げるから簡単に儲かんじゃねえかな。儲かるわけねえだろバカ野郎。甘いんだよ、簡単に儲かったら苦労しねえよバカチンが。確かに添えるだけだけど、左手はね、添えるだけだけども、練習してるよ桜木花道。スラムダンク読め、うん、スラムダンク読んでから出直してこい。確かにタップするだけだけど、鷲津さんもね、1000回以上ベットして40万ぐらいね、負けてるから、それまでに行くためにね。わかりますね。だけど鷲津さん40万負けて勝っ、ね、自分の代わりに、私の代わりに、僕の代わりに40万負けてくれてるわけですよ。わかります？その手法を教えてくれてるわけですよね。それいいでしょ、だからそれ練習しましょう。で、あとはね、ギャンブル思考ですね。はい、これね、あの、実際に鹿児島合宿に来た T 氏、鹿児島合宿に来た T 氏、田瀬さんね、これドリアカにもブックメーカー入っててね、ブックメーカー今やってるんですよと。だけど負けちゃったんです話聞いてたらね、ビールを飲みながらブックメーカーやって、あ、もうこれいけんじゃないかみたいな、自分のルール入れちゃってね、バドワイザールール入れちゃって、バドワイザー飲みながらねタップしちゃってね、なんか やらかしたんですよ。ダメじゃないですかそれお酒飲みながらやってんなんダメですよみたいなね。そう、だからちゃんとルールを守らないダメですからね。そう、だからちゃんと練習でき、ちゃんと練習をする、ルールを守る。あともう一つ、これね、勝つために重要なことがあるんですけど、勝つために重要なことなんだと思います？勝つために重要なこと、これはね、ドリームアカデミアにも僕が入れてるんですけど、勝つために絶対必要な要素、これ本当ですからね。勝つために必要な要素っていうのは何かっていうと、ほうれん草です。ほうれん草ですよ。ほうれん草知らないのかよ。ほうれん草、報告、連絡、相談でしょ。
報告連絡相談、はい、これしましょう。報告連絡相談しましょう。 OK ですか？報告連絡相談。まずね、今回はそのブックメーカーのこのね、コンプリートボックスに、黒子の予言1ヶ月無料お試しついてますね、ついてますよ、うん、で、そこのコミュニティなんですね。ただのシグナル配信ではなくて、そのやり取りができるんですよ、うん、だからそこで相談してください、連絡してください。わかります？報告してください。マジでこれやるとね、稼げるようになりますから。でね、稼げない人っていうのは何かっていうと、報告連絡相談をせずに自分で悩んで自分で破滅していきます。もう一度言いますね、稼げない人っていうのは自分で悩んで自分で何、報告連絡相談もしなずに悩んで挫折して終了、うん、で僕もドリアカで報告してくださいっていうのを入れてますね。ドリアカで報告してください。なんで報告してくださいっていうのを入れてるのかっていうと、そのほうれん草ね、サポートを利用してくださいとも言ってますけど、ほうれん草が必要だからと僕は知ってるからです。でこれね、前ね、昔ね、まあ、あのカメラ転売の塾をこう僕ね運営してたんですけど、そのカメラ転売の塾の講師の方、結構ね、あの有名な企業で最初働いてて、脱サラというかね、脱サラじゃないか、脱サラしたのかな、辞めたのかな、リストラしたの、あ、リストラだったかな、まあ、とりあえずまあ大手の企業会社で働いてて、まあ、会社辞めたんですよ。で結構上のねクラスに行ったんですね。上のクラスにまで行ったんですよ。あ、そうで、会社が合併するってなって、そこでなんかそのなんかで辞めたのかな、うん、でまあ結構20年ぐらい働いてたのかな。で上まで行ったんですよ、結構役職で。その人も言ってたんですけど、サラリーマンで部下で、そのまあ部下が何人も、ね、いるわけですよ。で部下の人で必ず出世してる人は、必ずですよ、必ず出世してる人は上司に報告連絡相談してる人だと言ってました、ね、だからこれ一般的な会社でも、ね、部下が成長して、ね、なる過程の中で、ほうれん草、上司にちゃんと報告連絡相談してる人は結構ね、うまくいくっていう、まあ、その人の言ってた事例で言うならば、100%、報告連絡してた、報告連絡相談してた部下は、なんだ、出世してましたっていうことを言ってました、うん、で実際にドリームアカデミアでも報告連絡相談してる人稼いでます。例えばね、今回その、まあ、先月ね販売したんですよ、ドリームアカデミアで。お客さんの声取りましたけれども、いただきましたけど、あの N さんっていう人がいるんですね。 N さん、ミスター N っていうミスター N さんいるんですよ。ミスター N さんはですね、なんだ、まあ報告いただいたんですけど、ほぼ自動で375万だったかなを稼げるようになったんですよ、仕組み作って。でその N さんも、この前、その2日前ですかね、僕の毎日どうでしょうやってるライブで、吉田さん今こういう風な、なんだ、フロント商品、あのフロント商品っていうのはこういう商品です。でフロント商品っていうのは今回その個別の、マンツーマンのスカイプコンサルかなっていうのを、その個別のマンツーマンの、のフロント商品にしようと思ってます。でこういうふうにやろうと思ってます。でこうなんですけど、吉田さんどう思いますかみたいな。それはね、個別コンサルっていうのはね、でフロント商品にしようとしてると。いやー、それはね、僕だったらそれはしないですねみたいな、うん、僕だったらそれはしないですねみたいな、個別コンサルをフロント商品1万円以下で売らないですねみたいなね、まあ、いろいろやり取りしてたんですよ。でも吉谷さんでも考えがあるんです。僕はこういう考えで今回、いや吉谷さんの言うことももちろん分かってます。だけど今回はこういう理由でこういうふうにやろうと思ってます。あ、なるほど、そういう理由だったのね。テストね、あ、テストはどんどんやりましょうと、テストはやろうぜみたいな、報告連絡相談全部してるんですよ。でそのミスター N さんは月収今375万ほぼ自動ですよ。でその人の質問の仕方はね、ミスター N の質問の仕方はね、報告連絡相談全て入ってますよ、うん、でも稼げない人っていうのは、なんか吉谷さんこれって稼げるんですかみたいなね、なんか具体的じゃない。まあいいや、まあとにかくあのね、今回ね、商品売りますけど、中身いいですよ、中身いいですけども、
中身めちゃくちゃいいんですけれどもね、あのギャンブル志向がある人とか、もう簡単に儲かる、儲かるわけねえじゃねえかよそんなの。簡単に儲かったらね、こんな動画撮ってないでしょ。北見で、北見で、あ、洗車終わったね。洗車終わりましたよ。洗車、そう、簡単に車綺麗になったら苦労しないでしょ。そう、だから簡単には儲からないです。だけどタップだけで稼げます。わかります。左手を添えるだけでスロー、シュート決まりますよ。決まるけれども、けれども練習必要だよね。当たり前でしょ。やりましょうよ。それぐらいタップするだけで稼げんだから練習ぐらいしようぜ。左手添えるだけでシュート決まんだから練習しようぜ。練習ね、簡単に儲かったらね、この北見の駅前でね、こんな動画撮らないんですよ。わかります。この苦労、朝起きて7時半に動画撮らないですよ。簡単に儲かるんだったら。わかります。わかりますか。わからないか。もう買わないでくださいよ。絶対に買わないでくださいよ。絶対にセールスはしますけど、絶対に買わないでください。練習したくないっていう人は、練習したくないっていう人は、練習はしましょう。練習必要です。報告、じゃあ報告連絡相談必要です。やりましょう。報告連絡相談ぐらいできるでしょう。それぐらいやろう、それぐらいやろうよ、やろうよ、それぐらい。報告連絡相談、ほうれん草食べようよ。おひたしうまいよ。ということで、あとね、まだちょっと動画をアップ、ちょっとね、これからね、まあなんで、なぜこの北見駅で朝動画撮ってるのかっていうと、今日ですね、8時50分ぐらいにね、ここ、あやさん到着するんですよ。で、8時50分ぐらいに到着して、で、その空港までね、送ってくるんですよ。空港側まで。で、遅刻しないように、遅刻しないように、はい。はい、北見の駅前一等地でね、昨日寝ました。やばないですか。徒歩5秒ですよ。徒歩5秒の家ってなくないですか。徒歩5秒のホテルないでしょね。あれ動く、300キロ出る動くホテルだから、すごくないですか。このね、北見駅、嬉しいことに優しいね。駐車場無料。こんな駅前ね、渋谷とかありえないよね。渋谷ありえないね。いや、北見でしょ。もう駐車場無料やから。まあ、こう駐車場ね、10台ぐらい止まりますね。あ、じゃあ20台、1、2、3、4、5、15台ぐらい止まるね。無料だけどあんま駐車されてないっていう。どういうことやね。フリー戦略してるのにあんまり車止まってないっていうね。どういうことなんでしょうね。田舎ですよ、田舎。いやまあとにかくですよ。あんまり動画長くなると、あのアップロード遅くなっちゃうんで、まあ買わないでくださいね。まあセールスするんで、それはセールスはいいこと言いますよ。それはいいこと言うでしょ。それはセールスはいいこと言いますよ。いいこと、それはいいこと言いますけれどもね、セールス入る前にちゃんと言うべきことはもう言うときますよ。簡単には儲からないですからね。簡単に儲かったらこんな動画撮ってないよ。申し訳ないですね。簡単にね、ネットビジネスで儲かるんだったらこんな動画撮ってないよ、北見駅前で。わかりますか。ね、わかるでしょ。簡単に儲かったらね、そんなこんな動画撮らないですよ。わかります、ね。まあ僕の場合はね、面白くやってるんで、まあ面白くやってるんでね、簡単に儲かるというかね、面白く楽しくやってますよ。まあ今回ね、あのお客さんの声もね、なんかね、勝手にお客さんの声いただいてますんで、それはね、販売途中でシェアしようかな。まあちょっとこれから4時間、5時間移動なんでね。ほら、めっちゃ練習してるよ。あの人ね、多分ボクシングの人だ。あの人多分ね、ボクシングの人なんですよ。朝からめっちゃ練習してますよね。やっぱ試合で勝つためにはああいう練習が必要なんですよ。ほら、さっきからね、すごい、ほらめっちゃ練習してるよ。そうです、すげえ速いさ、めちゃくちゃ速いですよ。練習しよう、ね、勝つためには練習必要なんだよ。練習だよ。当たり前じゃないですか。当たり前でしょ。練習してるじゃないですか。めっちゃもうふくらはぎすごいよ。ふくらはぎすごいよ、あの人。
もうなんかパンチすげえ早かったからね。だからあのね、簡単に儲かる、そういうね、そういうね、アホなこと言ってるんだったらね、宝くじ買ってください。宝くじ簡単に儲かるじゃないですか。宝くじ買うだけで、宝くじ買うだけで儲かるでしょ。宝くじ買うだけで、あとね、当選票、あー何番かな、当たった、儲かった、オッケー、宝くじ買いましょうね。簡単に儲かるんだったら宝くじ買いましょうよね。買う、見る、終了、簡単めちゃくちゃ簡単、めちゃくちゃ簡単でしょ。宝くじを買う、当選番号を見る、あ、儲かった、グッチョーブ、宝くじ買おう。簡単に儲けたい人は宝くじ買ってください。今すぐ、今すぐ宝くじ、サマージャンボか年末ジャンボか分からんけど、それ買ってください。ブックメーカーの今回の商品は絶対に買わないでください。ブックメーカーを今回のね、商品買うんだったら宝くじ買ってください。宝くじ簡単でしょ。買って見るだけですから。いや、これほど簡単のないでしょ。簡単じゃないですか。小学生でもできるでしょ。まあ、小学生宝くじ買っていいのか分かんないですけどね。ただしブックメーカーは違う。ちゃんと練習しましょう。練習、簡単には儲かんないですからね。でもタップだけで稼げるよ。これは事実。タップだけで、タップするだけで稼げるんだから。ただその背景があるってことですよね。その背景が、桜木花道も左手は添えるだけ、左手を添えるだけで決めたけど、練習めっちゃしてるよって。だからもう分かりました、もう分かった。スラムダンク買おう。今日スラムダンク漫画喫茶行ってちょっと見ましょう。スラムダンク見よう。まずスラムダンク見よう。うん、今回の商品買わなくていい、買わなくていいから、スラムダンク見よう。スラムダンク、スラムダンク見よう。もうスラムダンクに全部成功するための秘訣全部入ってっから。スラムダンクなめんなよマジで。うん、いや、スラムダンク買った方がいいんじゃないですか。あのノウハウコレクターですとか全然稼げない人っていうのは、スラムダンクマジでね100回ぐらい見た方がいいですよ。もうスラムダンクに入ってるから。で、スラムダンクに全部入ってるんですよ、成功するために必要な要素入ってますよ。入ってるんです、入ってるんです、スラムダンクに。スラムダンク買いましょう。 Amazon でスラムダンク注文しよう。この YouTube の下に、この YouTube の下にスラムダンクの全巻のリンク多分あると思うから入れとくよ。まあ、全巻売ってるよね多分。スラムダンク買おう。スラムダンク買いましょう。もういいや、いい、買わなくていい。スラムダンク買おう。スラムダンク、スラムダンク、スラムダンク買いましょう。この YouTube の下に入れとくんで、リンク、スラムダンクの。スラムダンク買おう、まず。あれはね、永久に不滅の最高の漫画本ですよ、成功するための。あれはね、マジで神がかってる本ですよ、本当に。スラムダンク読みましょう。はい、ということで今回ですね、ちょっと長くなりましたけど、スラムダンクを買いましょうという動画になりました。では今日のですね、夜何時かな、まあ、あやさんを送ってって、その後なんで、わかんないです。まあ、とりあえず夜ですね、あやさん送って、その後また仕事して、まあまあ動画アップしてたら、ね、これは優先的にアップしてますけど、アップしない動画もあるんで、それがバーッとアップして、やってきますから。だからまあ、まあ10時前かな、まあ、6時にはね公開招待したいなと思ったんですけど、ちょっと難しいな、6時は無理です、すいません、6時はちょっと無理だな。まあちょっと夜になります。はい、ではお疲れさんです。練習しよう、朝から練習してるから。あ、スラムダンクね、スラムダンク、この YouTube の下にスラムダンク入れとくから、クリック、クリックしよう。